ぎまり。ピッカリンです。ピカパーナ。本日はですね、ピカリンの持っているヘアアクセとか、あとアクセサリーですね、全般を皆様にご紹介しちゃいたいと思いまかい。ルームツアーとかでお部屋は紹介したことあったんですけど、アクセサリーを重点的には紹介したことがなかったので、今日はですね、アクセサリーにスポットライトを当てて皆様にご紹介したいと思いまかい。今日つけてるこれもですね、ほら、ベルト、チネ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 って書いてあるベルト。リア充はみんなチネ、毎日が黒歴史。それではアクセサリー部屋へゴー。はい、こちらですね、こちらがピソマのアクセサリーがすべて収納というより飾ってあるところです。この中にも一応ね、ざーっとあります。これはサツって書いてあるリストバンドです。これはなんか痛い子ヘアクリップ、絆創膏になってるピン止めですね。これピン止めになってます。絆創膏そのものです。こちらは、消しカロン。ピソマにはついてない。そんなものついてないよ、首ないから。で、まあふわふわとか包帯とか、これはお団子カバー、ピカリンがよくつけてるお団子カバーの中身ですね。あとなんか手錠の指輪とかですね。これはかつて組に所属していた頃のやつですね。小指はある。で、この中はこんな感じかな。あと、あ、これはホムホムのやつですね。ニコニーとかもいます。血液輪アクセ、かつてつけてたなんか目玉の指輪とか、この辺なんかおもちゃっぽい指輪とか。これは手作りでいただいた眼帯かな、少女って書いてあるね。貴様は2万5000歳の少女なの。この中はこれぐらいですね。で、こちら貴様がたまに被ってるトゥーアリスの帽子で、こっちもライチ光クラブっぽくて買った学帽です。これはただのハットです。で、ここに角カチューシャがねたくさんあります。これ全部角です。角のカチューシャ、断層した時とかにつけてたかな。これもなんかタワレコのポスターの時とかに被ってましたね。傘すげえかっこいいんですよ。彼岸島っぽくて購入しました。これ脳みそポーチですね。これキャラのポスターで、これがお団子カバーです。いっぱいある。赤、黄色、白、黒、いちごはおばあさまがまだ元気な時に手作りしてくれた。このポケモンも手作りしてくれました。ピカリンが生地を買ってきて作ってって言いました。あとこれは猫耳で、これは手袋、軍手。あとなんか魔界人ファンの方から貢ぎ物でいただいたものとか、これも夢川な手錠で、ここになんかロリータっぽいゴシロリのカチューシャとか、これはアリス&ザ・パイレーツ。他にもなんかモブっぽいカチューシャとかがいます。これエリザベスの耳あって、これピサマよく被ってるお面ですね。結構トゲが取れてきちゃってますね。天才さんの作品です。これもお面です。これはまだ使ってない、いつか使おうと思う。あとメガネ、こっちもゴーグルで、ガスマスク、ガスマスクも結構あります。で、ここにもガスマスクで、これはなんかリュックになるクマさんですね。これトゥーアリスのです。悪魔、眼帯してるけど健常者です。で、この子はハングリーアングリー H ナオトの子ですね。あとピサマの好きなグルーミー、モリチャックさんのグルーミーがいます。ピサマ最近ね、泥棒さんに入られたのでね、荒れてるんですよ部屋が。まあなんか何も盗まれなかったんでよかったんですけど。あとリア充はシネキャップ、これ昔魔界で売ってるやつ。クサ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 、帽子ピカチュウ、ピカピッピッ。あとランドセルと黄色い帽子、これはなんかロリファッションしたくて買いました。あと魔界のリストバンドだね。このランドセルも本物です。なんかの雑誌の時に使ってましたかな。これも大人なのに女児服着てるの、メゾピアノ、大人なのに女児服着てるにハマって買いました。で、このカチューシャは手作りですごくね可愛いです。で、お団子カバーはまだここにあるやつ以外にもいっぱいあります。後々見せていきます。で、その下のヘアゴムたちが置いてあるところですね。これは輪っぽいリボンのヘアゴムで、これはダーク系ですね。脳みそとか目玉とかで、たまにねこうドルガパーとかディオールとか、これもディオールかな、ありますね。シャネルとかも母親からもらうんですけど、あんまりね使わないんだけど、もう2万5000歳だから高飛車チックに行こうかなとは思ってます。で、ここにビロンビロンとね、イカのように干されてるやつらが全部ツインテール用のリボンです。この紐を
これは岡田屋で、紐を自分で買って好きな生地の紐をですね、こうバラとかを買って2本に切ってありますね。これを自分で湯沸くと結構めんどくさがりだから、最初からこうやってできてるやつをよく使っちゃうんですけど、雑誌の撮影の時とかは使ってました。細いリボンちゃんと、これもお気に入りですね、ドクロちゃん。こちら最初からできてるリボン、これも最初からできてるリボンですね。最初からできてるリボンもいっぱいあります。でも大きさもこだわりがあって、太いのはあんまり好きじゃないですね。隠れシャネル、目玉、あとネックレスもいっぱい飾ってあります。チョーカーとかも飾ってある。これもチョーカーですね。これリンリンリンってなる。あとイヤリングとかもここにあります。でこちらが太ももにつけるチビンのガーターです。これ非常に可愛い、まだ使ってないので使っていきたいと思う。でこれ口につける羽ですと、ここは主にチョーカーがいっぱい飾ってある。足にはめるやつとかもあるんですけど、これは足首にやるやつです。足かせチョーカーが死ぬほどあって、中二っぽいチョーカーがこれとか、気合いと南京錠と、でも赤い南京錠、これはセクポの割とノーマルなチョーカーです。でこれは太ももにつけるやつかな、これデビルッシュの魔法陣と、これ片方赤片方黒になってるリッスンだったかなって買ったやつ。細いチョーカーはね、ちょっとお上品な格好とかにすごく似合うので良いですね。良きで、これは5年前ぐらいに買ったけど保存状態が良きですもん。いつもね取るのが大変です。でこっちも全部チョーカーです。これ最近ピソマお気に入りでずっと使ってる太いやつですね。デビルッシュのぶっといやつで、これはチェーンがついてるやつです。手首とつなぐやつ、チェーン付きのやつもすごいよく使ってます。地獄地獄夢川、いきなり夢川ピエンリボン、悪どいドラえもん、病院チックなチョーカー、ナースっぽいコーディネートとかに合いそう、ブラブラホスピタルとかね、そういうブランドにめちゃくちゃ合いそうです。これもデビリッシュ色が炸裂している、殺したいくらい愛してますって書いてあるチョーカーです。チューリッと、これ蝶々がついてるチビンのチョーカー、これはなんかフリフリのやつだね。変態さん見てる、非売品、貴様は非売品。これは暗闇でね光るねチョーカーです。この星が暗闇で光ります。チクコデモテープ、ちょっとデスの感があります。で、あとなんか手錠とか南京錠とか、なんかゲームっぽい水晶みたいなやつとか、目玉の時計とかあります。心臓ネックレスいいね、ドロヘドロの心っぽい感じ。まあ、でもライチ光クラブっぽくもあるね。貴様のドナーになる、チョーカー、またチョーカーです。鈴がね、いっぱいついてるチョーカー、どこにいてもわかるね音でね、光のことがね。で、マって書いてあるチョーカー、あ、これ太ももかな。これはね、よく見るとね手形が書いてあるんですよ。これピサマちょっと改造しましたね、自分の持ってる元々のチョーカーにこれをなんかつけてますね。何がしたかったんだろう。あとはここにもネックレスがいるんですけど、ミニジーザスクライスと、これはビルスの頭蓋骨と、あ、これは誤算の方からいただいたやつ、これはビビアンの時計です。こちら血液瓶ネックレス、素敵でしょ。これ眼球入ってるんですよ。でこう振るとこうやってなるの、超綺麗。あのピサマスノードームとか、こう液体が揺れるのめっちゃ見てたいんですよ、好きなんですよ。でこっちもビビアン、あとこちらがこんな感じになってるんですけど、これメガネにねつけるやつです。ドーマンシーマン助けてもらおうピカリンね、これがね体にねつけるやつになってまして、つけるのがめっちゃ大変。あとこれもいきなり夢川バブタン、あ、ここはあれですね、あのほぼほぼ首輪と腕輪がつながってるやつの腕だけがここにダラーンとなってます。でここにですねバッジがあります。天才さんが作ってハンドメイドしてるやつなんですけども、これつけるだけで一気にね格好がドクドクしくなって破壊力のあるファッションになります。すごいじゃろこれ、デュエルできそうだよね。で天才さんのアクセサリーは他にもいっぱいあります。あのよくピサマがつけてる毒リンゴか釘リンゴのネックレスとかもこの方が作ってくれたやつです。はい、でこの中にはねいっぱいバッジが
入ってます。あとこれもなんだ、最近もらったチョーカーで、ファンシー系いきます。メルヘン系、このチョーカーもすごいね、チャイナっぽい格好するときとかめっちゃいい感じになる。これも和っぽいコーディネートするときに非常に可愛いネックレスで、ここにゴム、ここにもなんか取れた部品で、この中になんか夢可愛いヘアゴムたちが詰まってます。こっちもね、なんか幼稚園っぽいヘアゴムロリ、ここにもねバッジがありました。で、ここです。このゾーンにもアクセサリーがいっぱいあります。ここ主になんかピンになってるリボンたちが置いてあります。で、これはお団子カバーにつけるあのシャランシャランってしてるところの部分のやつですね。これは黒いお団子カバーで、これもクマちゃん、眼球クマちゃんとどちまけベイビーで、これもネックレスです。これもよくピサマつけてます。これもネックレスで、この辺にもねネックレスがあって、これは心臓のネックレスをゼラが持ってます。で、これもイヤリングです。で、これもネックレス、血液のネックレスと体温計ネックレス。このサクランボもちょっとここに今インテリアとして飾っちゃってるけどネックレスです。ここにもあのチビンネックレスがいっぱい、ちっちゃい子とか、これは液体は入ってないけどシャラシャラ。こっちにもこれも全部ネックレス、チビンネックレスがめちゃめちゃ多いですね。ここもリンゴ板、指輪と、この辺にも指輪とかのカミソリの腕輪とかイヤーカフとか、ここにもあります。皆様からの貢ぎ物でいただいた指輪とか眼球が、ヘッドドレス、これまで一回もかぶってないけど帽子と、まあこの辺もねいっぱい帽子類があるのですが、それはまた紹介したいなと思いまかい。あとヘルメットがありますね。これキャラの撮影の時に使いました。学生運動っぽいコーディネートしたくて。あとこれは最近流行ってる足につけるやつ、レッグウォーマーの今時版みたいなやつですね。あとこれ夢川マスク、これなんかナイルパーチの羽です。夢川なアクセサリーたち、たまにねいきなりね気違ったかのようにねメルヘンな格好しだすんですよ。そういう時に使ってます。これはナイルパーチのガーターです。太ももにつけるやつです。ミゾピアノエンジェルブルーピエン、はい、というわけで様のアクセサリー部屋、アクセサリー箱紹介し終わりまかい。いかがでしたでしょうか。気になるものありましたでしょうか。とにかくアクセサリーは多いですね。もうなんかいつももうアクセサリーつけまくって戦闘能力上げてるから、もう装備ガチガチにしてるみたいな感じなので、もうピサも多分ただの服を着てたらすごい弱く見えると思うんですよ。だからもうめちゃめちゃガチガチに装備して体勢つけまくってるみたいな感じですね。私とにかくこう尖ってるものが大好きですね。もう絶対なんか触れたら痛そうみたいな握手とかするときにですね、そのままのアクセで行っちゃってね、よくねなんか魔界人ファンの方が痛っみたいな感じになって、でもピサマのファン変態だから痛いけど嬉しいよみたいな、ありがたい愛ゆえの痛みです。というわけでピサマのアクセサリー部屋紹介でした。いつもご覧になってくれてありがたき、チャンネル登録よろしくお願いたき。以上ピカリンでした。君もピサマの一部になる。